さあ12時を回りました。主婦帯金曜担当玉木芳乃のののスタイルスタートでございます。ご案内の玉木芳乃です。早速ギャラリーにはつかぴーが来てますよ。ありがとうね。お手紙も先週いただいて、はい、読みました。そうなんですよ、ギャラリーの方にもぜひとも梅雨明けした沖縄、沖縄市中央パークアベニュー入り口に FM 小座ありますが、ぜひ遊びにいらっしゃいませんか。さあ今日はですね、ちょっと深呼吸しながら伸びをしながらゆっくりラジオをね進めていきたいと思っています。というのはもうね、6月イベント尽くしで、見る方ではなくて、なんだろう、観覧する方ではなくて、私自身がちょっと頑張ってステージにっていうこともあってですね、いろいろなこの調整やら準備やら、そしてまだ練習を稽古、そして今日はこの後ラジオを終わりましたらまたリハーサルというですね、かなりのスケジュールでございます。まあ、そんな中、なんだろう、梅雨ですよって、沖縄梅雨に入りましたなんて言いましたけど、全く梅雨を感じさせない梅雨の時期を過ごしまして、で昨日あれ朝はまだ梅雨じゃ明けてませんよなんてラジオ局から聞いた声で、そうだよね、まだ明けてないよねって思ったら、午後ぐらいには梅雨が明けて、あるところに行ったらもう梅雨明けましたねって挨拶に変わったんですけど、ちょっと待って、水がめは大丈夫なんですかとかね、ちゃんと溜まってそれは梅雨が明けたんですかとか思いながら、はい、慌ててこの貯水率を調べたりとかね、そんなことをしてましたけれども、はい、ここ沖縄梅雨明けいたしました。はい、なんだろう、いつもですね、私雨の日って苦手なんですけど、雨の日を快適にするために雨具っていうんですか、なんかこう、レインコートじゃないけれども、雨靴は今回レインブーツは買えなかったんですが、そういったことも少し揃えていこうっていう今年思ってたんですよ。でそんなことをしようかあれよあれよと言ってるうちにね、梅雨明けしてしまったのでびっくりです。さあ生ぬるい風がちょっとパークアベニュー内ね吹き抜けておりますけれども、そんな中今日はですね、はい、このラジオゆっくりやっていきたいなっていう理由は、明日がまず朗読会の本番であること、そして明後日日曜日が、まあ、私事なんですが、家族の、まあ、娘のですねある発表会がありまして、それに控えていてとにかく準備で忙しいからこそ、この1時間はもしかすると運転中の方ね聞いてらっしゃる方、そしてご飯を召し上がりながら聞いてらっしゃる方も多いと思うんですが、ちょっと赤ちゃんセラピーに、まあ赤ちゃんに癒されながらゆっくりと進めていけたらいいなということで、今回この後女子力向上委員会というコーナーがあるんですが、3回目のご出演になる方、今日はですね出産を終えまして、はい、もう明後日で3ヶ月を迎えるという赤ちゃんを一緒に連れてこのスタジオに遊びに来てくださいますので、楽しみにお待ちください。さあ、番組ではメッセージ募集しています。梅雨らしくない、まあ、沖縄ですが週末はこんな予定がありますとか、はい、赤ちゃんセラピーということで聞いてね、あっと思い当たる方、はい、ぜひですね、これからまたこのツイキャス、またユーストリームではその親子映りますんで、ぜひね見て癒されていただきたいなと思います。何かメッセージありましたらこちらまで、761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。ファックスは098-934-8653 番。さあ先ほども申しましたが、ユーストツイキャスの方で映像と音声配信していますので、 FM コザのホームページぜひチェックしてください。早速ツイキャス、太郎介さん、本物得ました。とってもかっこいい人でしたね。茨城から沖縄になんと主婦帯のリスナープレゼントに当選して、そのチケットを受け取るためにですね、利用するために沖縄に来られた太郎介さんと先ほど会いました。今ありますよ、のほーん、そういつものほんって言うんだよね。のほんっていう感じの人には見えませんでしたね。おっすみたいな感じに見えたんですが、吉野さんこんにちは、先ほどはありがとうございました。はい、一緒に写真を撮らせてもらいました。ね、今その子さんとお食事に行ってるんだよね。すごくない？何このリスナーさんとのこの近い感じ。羨ましい。はい、リスさんからは、ウォーターサーバー会社の株を買いましたって、なんのこっちゃ。ね、書いたんですね。その状況を教えてください。今日は赤ちゃんが喋ります。ね。喋ってほしいですね。はい、お顔を見て癒されてください。さあそれではですね、オープニング曲はこちらはね、私がなんかこうカチャカチャとオープニングこう幕立てると自分で思ったんですよ。ゆっくりやっていこうっていう割にはね。なのでゆったりと浸って聞いてほしいです。県内の那覇市のご出身のこの方、レイミー・フルゲンさんでレッスン。
リッスン発音良かった。車動かしたいです。あ、車動かそう、ね、一生懸命動かしよう。一生懸命動かしますね。一生懸命動かしますね。さっきもさ、ちょっと上げとこうと思ったんだけど、ないね。ないので、あーたれた。ちょっとね、ね、ビロイン要素かもしれない。ものフレンズ。あと、ザリと雑魚性と、ちょっといい子供って作るかどうか。さあ、カーナーはどんなスタイルか。カバンは全部持ってくる？持ってくる。あ、もういいけど、水だけいると思ってる。これをすいません、ごめんね、今時間大丈夫。これを1枚コピーしてもらって。あ、これ1枚でいいですか。1枚でいい。あ、これ言うの忘れた。あ、だからでも今日はお昼だったんで。今触れたのにね。終わったら一応これ見えなくて、これだけで。あ、めっちゃ見えなくて。待って、これコピーしようよ、花。あ、もういいわ。全然、ね、今日もまたこれで。いや、これちゃんと言ってからに。本当はさ、グレーのカパ、カパ、グレーのカパ、かわいいかわいい。こういうとこはちょっと大事ですね。なんかどこへ行くんですか。いつも久しぶりに、見るさ、全開してるんだけど、風の量が。あ、卵の殻じゃん。そうなの。そうじゃん、最初で言われるんだ。あ、欲しいのさ、お風呂の中に来て、音をすんの。そう、間違えて口に来てもパンらしくなる。でしょ、でしょ。なんかこうね、そう、私ね、もう最近、もう今日そうしたらいいけど、今日2段3で、明日もそうって来たの。時間大丈夫？昼間と夜くる？あ、うん、夕方？夕方7時からもあるよ。あ、うちもしかできるよ。夕方？実は7時の方に作ったのさ。そしたら7時のパンがいい。緩くて、昼間が1個見ろって話なんで。で、なんか、あれにはポスターには7時ないんだ。あるよ、あるよ。あれはあるよ。7時、夜と7時の日があって、行きたい。来てみたら、なんかさ、あのね、パンの話見たことないでしょ、ロードって。うん、行かなきゃ行ったことある。あれ、一番ね、去年？あれ、今、去年かな。いっぱいのやつ、いっぱいのやつ、クリスマスとかも。あ、クリスマス、クリスマスどうですか。あ、とてもだから、とてもしもあったら、出てもいいし。とか、来てみよう、マジで。行く行く。あ、いや、行ったことあるから。あ、もう、真面目なやつ。真面目なやつ。じゃあ、泣きそうだって。でしょ、だよね。なんかもう泣きそうだから。あ、ピアノ、ピアノの部分、風、石井さん、見えますか。石井さんが、いいよ。本当に、一回、石井さん、あ、いいところよ。本当に、いいでしょ、見えるかな。見えるかな。あの実はあると思うし、ヒロココちゃん、なんかあんな感じでさ、私びっくりするんですかね。ちょっと待って、え、王室ですかみたいな感じから、私は見てるけど、大丈夫だけど、そこでもっとやろうと思って、あ、ゆきみちゃんが、カナダの近くに、ピアノを、そこでだと、カナダで、もっともっと練習するからね。うん。あ、でも、見てほしいよって思って、明日来たら、1時間でさ、10分、1時間5分で、あんた撮っとくタイプで大丈夫かな。見たら残さない。いっぱい止まってください。うん。私が家入れてしまった。どうするじゃん。時間は2時半ない？ちょっと前でこれ持たなくていいんだね。持たない方がいい。さっきまでな。しかもめっちゃ前。眠ってるし、こうちゃん。最高だった。よいしょ。でも、これで使うのかな。でも、それでさ、シールをぶっ壊れちまったから。これダメだ。これなのね。あ、そうだ。このカメラ今、ハード抜けてるわさ。カメラもそのまま抜けてるわ。さっきみんな移動してみたい。移動してみたら大丈夫。でさ、なんか見るよ。サンデさん、いよいよ、こうちゃんだ。ハード、ハード痩せたんだ。痩せた。え、何？そこもすっきり。雪のようにそっくり。お姉ちゃん。感じ。さあ、自信強いんですが、こうちゃんがちょっと見えないんですが、大丈夫かな？こうちゃん見せるね。見せるかな？大丈夫。どこでしたか？ここ？ここだ、ここだ、OK。こんな感じです。で、今私はここに映ってるの。違うね。自分は後？ハーナーに持っていきたいんだけど、どうしたらいいのかな？じゃあ、よしよし、大丈夫。一旦こっちの変えますね、これね。そして一回は戻して、このリスナープレゼントが一点受信力いきましょう。ああ、そうしようか。で、株式会社、今日は売り有限会社になったの。有限の会社。有限の会社。母ちゃん、母ちゃんよ。ねえ、見て。はい、母ちゃん。しかも、今、大阪始めました。どうでもいいんだ。ああ、そうですか。これで派手ってわけだ。バドミントル、ジムじゃないよ。総務経理、専務、違う。総務経理。今日、一応はね、名目。でも今日はもう、ママで、しましょう。そうですね。ママに全部、喋ってもらおうと。あ、そう。こんな感じで。うち
緊張ますか？ちょうどいい感じ。大丈夫ですか？OK です。こうちゃん、ゆきりんにそっくりって、あ、ゆきりん降りた花江さんですね。今日はね、花ちゃんですね。でお姉ちゃんが、あの、ゆきさんっていうのですごくそっくりな姉妹で、はい、美人姉妹でございますね。さて、あ、髪を落とします。時刻は12時11分を回りました。さあ、主婦帯ではですね、リスナープレゼントを用意しております。先ほどね、ご紹介するのを忘れておりました。さあ、 FM 小座12時の主婦帯ではリスナープレゼントを用意しています。今週のリスナープレゼントは北中城島袋にあるお食事処桃湾のペア食事券一組様です。本格的な日本そばをはじめ納得の和食を楽しむことができますよ。ご希望の方はメールでご応募ください。件名は主婦帯リスナープレゼント、本文にお名前、ご連絡先を必ず書いてくださいね。また、あの、番組へのご意見ご感想もお寄せください。さて、メールアドレスはもう一度 761@fmkoza.jp です。当選者は来週月曜日の主婦帯千葉のその子さんのハピスマアフタヌーンで発表しますよ。じゃんじゃんお寄せください。実は今もですね、あの、太郎助さんがどこにいてんだっけ、紫村の方に食事を食べに行ってるんですよ。茨城から来てくださったリスナーさん、わざわざ、まあ、当選されたので、この食事券をいただきにね、使用するために今まさにね、あの、読谷の方に園子さんと向かってるっていうことでね、羨ましいです。さあ、今ですね、あ、もう来てるね、リスさんからハーナーハートマークってありますね。すごいちゃんと聞いてるんだ。さあ、それでは早速、その気になる、今ラジオからはハーナーって言葉をね、言いましたけれども、いよいよこのコーナーでございます。さあ、時刻は12時13分。お待たせしました。女子力向上委員会のコーナーです。さあ、このコーナーはノノスタイルがメインでお送りするコーナー。毎週この時間は県内で活躍する女性やママたちにスポットを当てて、彼女たちの今を、そしてこれからの活躍にエールを送り発信していく回です。さあ、このコーナーにはもうね、3回目のご出演と、え、プーじゃないですね、もうほとんどイレギュラー化してますけれどもね、あの、レギュラー化してますね。はい、いよ、リスさんが早速ツイキャスでね、はい、え、美女出るとツイキャス増えるって、美女、そうですね、花、美人に入る人ですね。私はちょっとちんちくりんですけどもね。いやいやいやこんな言葉言ったことないね。いやいやいや、これ大丈夫、こんな言葉。はい、ということで紹介しましょう。さあ、今日はですね、有限会社オリエンタルから、まあ、総務経理を担当しているんですが、私の幼馴染で、実は、3月14日ホワイトデーに、はい、三男、ね、はい、あの、男の子3人目を出産されました、はい、織田花江さんです。はい、こんにちは。あの、入っても、何これ、なんか今 ね、普通にお家に来てお茶するみたいなノリになってますけど、そうそうそう、ね、もう番組ってことを忘れそうですよね。ね、本当本当、なんか ね、この時間を利用してね、なんか知らないけどね、私もあの、産んだ時に、うん、あ、生まれた時に、うん、速攻病院に行って、うん、やばい、もうどの、みんな可愛い赤ちゃんって、うんうんうん、誰よりかも可愛かったからね。ありがとう。やっぱ色も白くて肌も綺麗で、ね、なんかさ、いや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 、来たな、来たよ天使がっていう感じで、本当本当。でも、ね、俺たちにとっては3人目ということで、うんうん、上から何歳何歳でしょう、うん、改めて、はい、改めて、今長男が11歳、はい、安ね、はい、はい、ヒーローと呼んでます。ヒーローだね、はい、はい、で次男が8歳、はい、まあ、ゆうゆう、相性ゆうゆうと呼んでます。はい、でそして今回お名前聞いていいんですか。はい、はい、今回3番目が、うん、健康の康に世の中の世で康生くんです。康生くんです。
います。さあこの後世という文字も名前も綺麗なんですけど、まさにキラキラネームではなくて、なんかすごいどっしりと、なんか本当に男性男の子って感じがするんですが、ね、由来っていうのは、これはあの、はい、ちょっとね、次男がどうしてもこの自分の名前を一つつけたいっていう感じで、もう一番待ち望んでたのが次男で、そう、自分がお兄ちゃんになりたいって、そうそう、弟分ができるからね、その通りなんですよ。でじゃあ本当に今名前言っていいのかな、上が安弘で、次男が雄星くんじゃないですか、それでまあこの、あの孔と星、を取ったってことですね。そうそう、安弘の安を孔と呼んで、雄星の星の世の中の世という字を取って、すごい、健康の孔を世の中の世で孔星くん。でもハナはさ、男の子3人のママになると思ってた？思ってなかった、まさかまさか、ごめんね、本当本当、普通の会話なんてごめんね、でも本当に本当にさ、なんかなんとなくほら2人がね、先にこうね、生まれてこう、ずっと育児をしてたじゃん、で私は女の子ができて、したら男の子ができて、5つ私は空いてるんですけど、そこでハナがまたあの ね、次恵まれたらいいななんて話をしてたら、まあ、女の子だったらそれはそれでいいよねなんて、ね、そうそうそう、もちろんもう授かり物なんで、そう、ね、どうでしたか、初め男の子って初め聞いた時は、やっぱり男の子しか生まれないのかなと思ってしまったけど、これってなんかあるのかな、家系とかよくわからないよね、ねえ、なんかね、そんなつもりじゃないんだけども、ね、もうこれっていうのは本当にこればっかりよね、そう、もう神様が選んだ3人目ということで、なんかね、でもさ、これまでのこの、本当にあの小水木10日ですよ、そして生まれて、ほんでもってこう今こうなんかもう抱っこしてるんですよ、ね、ちょっとカメラに映ってるか今 ねんねんこしてんの、ごめんね、いつもね、そうなんですよ、とってもよく眠る子で、そうなんですよ、そう、夜泣きもなくて、あ、見えてるかな、見えてる見えてる、あ、大きくなったな、こうなってみると、ね、成長したな、成長したなって感じがしますね、今声が届いてなかったね、成長したなっていう感じが、成長したな、そうそう、ね、でも3月14日ってまさかのホワイトデーだったね、そう、もうなんかこれもプレゼントかなって本当思った、いろんな意味でのね、なんかこう記念日にこう当てはまるというか、なんかすごいよね、ね、でも本当土曜日に生まれてほしくて、あ、願ってたら14が土曜日だったの、あ、そうだよそうだよ、そうそう、14日土曜日で、私いつ来たんだよ、え、明けて月曜日だっけ、月曜日かな、そうそう、それぐらいにもう忙しいのに来てくれてね、いやでもありがとう、とんでもないとんでもない、でも14日、すごいね、もうホワイト本当覚えやすいよね、なんだよ ね、 ねえ、いやなんかちょっとね、もう大きくなった時どうしようと思ったんだけどね、いろんな意味のいろんな意味のプレッシャー感じるから、そう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 、ね、ドキドキするのが増えそうですよ ね、14日生まれ、本当そうなんです、でそんな中で、今これは本当にね、あのもうさ、赤ちゃんセラピーって前言葉を私以前知ったんですよ、でハナにきっと赤ちゃんセラピー、そういったことをきっと、なんだろう、大変なんだろうけど、倍にそういったことが、あのきっと、ね、感じられるし、家族みんなの雰囲気変わったんじゃん、変わった、どうですか、降りたっけは、そう、生まれる前に、ね、吉野からこのね、ベビーセラピーのね、赤ちゃんセラピーのことを聞いてて、でうちのはどういう風に変わるんかなってちょっと期待してたんだけど、もうね、次男と長男、朝起きたらまずもうキスの攻撃、チュ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 して、すごい、もうってすごいよくこうちゃん笑ってくれて、もう朝からもう笑顔、もう幸せいっぱいなっちゃう、これ聞くとさ、私の育児ダメだわ、だってさ3日前もさ投げ飛ばしたからね、なんでごめんね、4歳いや、もちろんこの痛くないところのお布団の方にこらーとか言って、まあ、それはちょっとじゃれ屋の中の、そこはそうだよね、 きちんとしないといけないところだねって、このきちんとって言葉嫌いなんですけど、そこは人としてさっていうところなんですよ、また やっちゃった後に、ハナのこのフェイスブックとか見るとさ、いやちょっと待って、なんでもっとなんかさ、緩やかにおおらかに行こうよ、子育てって思うんだけど、いやゆるゆるすぎかなみたいなこれ ね、 ね、なんかこの昨日、ね、あのちょっとフラのね、この教室があって、あるこのメンバーがね、こんなことを言ったんだって、ある大学の教授が、雨とムチの話をしてて、それで、まあ、あの雨ですね、ムチ、雨の割合が9で、ムチは1でいいんだって、それぐらいにこういうふうに注ぐってことがどれだけ大切か、大切で、それが本当にそういうことでいいんだということを、なんかそう話してて、まずみんなそれぞれ主婦のクラスなんで、あたたたたた、みんなどんな育児してるのかなってみんなちょっと思い当たったりとか、みたいなもね、すぐに口が出る、すぐにも、まあ、手が出るまではないですけど、でもね、まだほら生まれたばっかりで、まあね、これからまの2歳児を迎えるわけだけれどもその時にどういうふうにしてね、うまく対処していけるかどうか ね、なんか2人の長男次男を育ててみての、そして少し間があっての三男坊ということで、きっと何かこう
旦那さんも母さんもなんか気持ちなんか違うはずよね。そうだね、子育てに対する迎え方がさ違うと思う。なんだろう、この3番目、うん、みんなが3番目はすごい可愛い可愛いっていうのがあるんだけど、うんうん、やっぱ生まれてみないと実際ね、だって自分で感じないと分かんないもんな、うんうん、そうね、体験してみて。こればっかりはね、3番目ご褒美っていうんだって。ご褒美、3番目はご褒美っていうんだって。いい言葉。え、4人目はどうなるんだろう。そこも突っ込むみたいな。考えちゃう、考えちゃう。私3人目だったんですよ、うん、でも4人兄弟3人目、しかもね、うんうん、3姉妹の三女、うん、弟がいて、うんうん、うちの父がよくね、母のもよく知ってると思うんですけど、うんうん、父が男の子が欲しくて、はい、長女が生まれる前から、うん、長男の名前は つけたんですよ。そうなんあったんですよ、うんうん、女の子の名前1個も決めてなくて、うん、でまさかの女の子で、うん、まあまあまああれだろうと、うん、でそれでまあ名付けられました、とりあえずね、そして2番目期待しますわな、うんうんうん、そしたら親って言ってまた女の子、うん、いやまあまああるっしょ、まあまあ、子供は4人ぐらい欲しいし的なね、うんうんうん、そしたら3番目来ました、はい、来ましたよ3番目、はいはいはい、もうね祈ってたって、もうそしてそしたら今ここで言うのも変なんですけど祈ってた。そしたら出てきたのが私で、うん、そしたらね父は倒れたんだそうです。嘘でしょ。いやこれは、まあ、生まれてほっとはほっとしたということで思っていきたいんだけど、うん、男の子じゃないんだってててん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 って言って、父を後ずさりして、うんうん、バタみたいな、あ、うん、大げさかもしれないけど、うんうん、それぐらいにもう落胆して、うん、いや生まれたことにはいいのよ、うん、あのね、この誕生しましたみたいなさ、うん、あのね、うん、無事に、うんうん、で本当にね、お父さんそんな感じだったよって言った時の次の長男、うん、長男ご褒美でしょ。いやご褒美っていうか、あ、これご褒美わかんないけど、ね、玉木家にとってはそうね。だから本当にね、長男の可愛がり方がもう半端なかったですよね、うん、そうなんだ。でまた平等に、こう平等に、あ、そうなんだ平等に、ね、子供一人一人みんな平等にね、ねえ、また個性も違うからね、うん、さあそういった意味では、ね、今赤ちゃんを抱っこしているハーナなんですが、うん、3月14日生まれというと、うん、6月14日にはもう3ヶ月を、うん、そうってことは、日曜日ですよ。そう、早かったですか、それあっという間どうですか。うわ、振り返ったらやっぱりあっという間だね。でもね、だって2人のね、うんうん、なんだろう、子育てもあるからね、普通に。そうそうそう、だから待ってくれないし、うん、朝からずっとパジャマ着てずっとってわけにはいかないんだよね。いかないよね、もう、うん、でも慣れてくるよね。そう、もうなんか生活が、うん、やっぱりね、慣れてるっていうか、子育てがね、うん、どういうふうに、何を訴えてるのかも分かってくるしね。ああ、うん、そういうことなんだろうな。そう、育てやすいですね、今この赤ちゃんセラピーっていう言葉でね、うん、ある方の、ね、ブログを検索したんですよ、うんうん、というのはこれはね、神戸の方かな、自然食レストラン三神五感三級独舌おかみ、三児の母で、うん、たかしの嫁っていう、たかしの嫁、まあ、それいろいろあるんですが、うんうん、このブログのタイトルになっていて、うんうん、赤ちゃんセラピーっていうこのブログがあったんですよ。これ2014年度に彼女が書いたものなんですが、神戸に住んでらっしゃる方で、で、まあ、いろいろレストランをやってらっしゃるようなんですが、うんうん、まあ、この、 3人目がこうすごくみんなの赤ちゃんセラピーになってるっていうことで、うん、なんて言うんだろう、このね、関西弁で、お疲れな人、精神的に苦労している人は、うん、特にこの赤ちゃんを抱っこすると癒されるという赤ちゃんセラピーを最近実施しているのですが、うん、で、まあ、抱っこしてくれとか何も言わず押し付けるとも言いますが、まあ、少しね、うん、面白い、方なんですけどもね、うんうん、それで本当に皆さん癒されてお帰りになるんですよ。温かいし柔らかいし、うん、何より笑いかけると笑い返してくれる。そう、そうで、人間の脳ってややアホというか騙されやすいので、まあ、口角上がる笑顔になると脳が幸せなんだと認識してホルモン分泌するらしいですね、ってペロって書いてるんですけど、だからまさにこれ読んだ時に、うん、あ、なんか折竹は今そんな感じで、きっとハーナーがきっと一緒に行くじゃん、うんうんうん、行く先々で、うん、きっとみんな赤ちゃんセラピーになってるんだろうなってちょっと思って今日これ持ってきたんですけど。なるほど、そうだね、赤ちゃんいるとどうですか、やっぱり赤ちゃんがいるだけですごいみんな、なんか幸せな気分になれるし、ね、なんかまず言葉のトーンが変わるよね。変わるね、だからワントーン上がるよね。そうそうそう、こーちゃんみたいな、そうそうそう、なんかこうなんかね、ギスギスしてた心にさ、うん、なんか水がこうなんか流れてるんじゃないけど、柔らかいね、風が吹くというかね、もうなんか、ね、うん、外はちょっと沖縄生ぬるいんですけども、そう、生ぬるい、いやいや、梅雨明けで、ね、なんか生ぬるいよね、生ぬるいんだけど、こーちゃんがさ、うんうん、なんかすごく涼やかな顔で、ああ、もう今眠ってるわけ、寝てる、なんかちょっとね、お手手、右手をね、お手手ちょっとほっぺの方に近づけて、で、ハーナがそのたびに立たなきゃいけないっていうね、そうそうそう、大丈夫大丈夫大丈夫ですか、もうね、お顔すごいんですよ、お肌も綺麗でね、ハーナに似てる感じがしますけど、ね、ね、
ね、そういった意味ではきっと花が出向く先々で、うん、そういう幸せをきっとお裾分けしていると思うので、あ、はい、出れる時には、はい、出送ってもらって、出送ってもらっていいですか、ね、出てます出てますみたいな感じで、ね、めっちゃ ね, ね、まあ、そんな感じでね、ちょっとまあ、なんでしょう、こういう赤ちゃんを交えて、こうちゃんを交えての少しそういったお話をね聞きました、うん、さあ先ほど一番冒頭で、有限会社オリエンタルの、まあ、総務経理を担当していますって先に頭で、ね、うん、紹介したんですが、はい、そうなんですよ、ここからがねちょっと本題にもなるんですけれども、はいはい、そのご報告、三男坊が、ね、無事に誕生しましたっていう報告も合わせて、はい、いいお知らせハーナー持ってきたね、はあ、ありがとうございますね。そう、じゃまずハーナー何者なのかってことを紹介しなきゃいけないですね沖縄県内の、まあ、那覇市の方に、うん、まあ、の牛角をはじめ、うん、まあ、牛角でいいのかな、牛角のおもろ町駅前店とアメク店、はい、那覇市内新都心の方、はい、に2店舗、そして宜野湾市の方に、はいはい、で宜野湾市は益城中近くの、うん、牛角宜野湾店、はい、そしてバークレーズコートにある牛角バークレーズコート店と、うん、あと、まあ、あの合わせにある牛角合わせ店、今こっちね、うん、ライカムの近くになってますけど、そうですね、うん、利用してる人多いはずね、本当、うん、だったら嬉しいんだけどなって思います、はい、でそしてなんと、うんうん、情報と今聞きましたら、うん、なんと我らが出身の北谷町に、うん、お店が2店舗オープン、そうなんです、これ言っていいのかな、ラジオで、うん、全然大丈夫ですか、言っていいよ、じゃあお名前を、はい、はい、牛角茶炭店と、はい、まあ、牛角温野菜、あ、間違えた、うん、違うね、温野菜親元一緒だからね、温野菜、温野菜しゃぶしゃぶとかね、そうそうそう、はい、そこがどちらにできるんだろう、せめて場所って、場所は、ね、ちょっとあの辺この辺っていうのありますか、あの茶炭町役場の近くの、うんうんうん、あ、今かなり整備されてるところ、整備されてるところ、もっと加えキャンプのところ、なるほど、ね、行きやすいし駐車場は広いし、そう、45台完備してます、えー、本当本当、あ、これは行こうぜ、ぜひぜひ、もう一番は車だから、車社会だから全然、ガンガン来てください、ね、ですごい、なんかいろんなさ、この画面にいろんなクマさんがジャンプしたりとか、何か出てるよ、シルクマスタンプ、何これ、これこういうのできるのFM 小座って、嘘、すごい嬉しい、送ってくれるんだ、リスさんかわいい、何、このオシャンティーな感じ、なんだろう、こんな感じで画面上にポン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 飛ぶんだ ね、いや私 IT が全然全くわからないんで、いや、びっくりしました、今ゴミかなと思ったスタンプじゃん、ゴミじゃないよ、チューチュースタンプ、ゴミじゃないよ、あ、本当にリスナー割引を、牛角牛角ね、すごい、牛角の持ち主なんですよ、ね、県内で ね、 あ、いえいえ、すごいでしょ、ね、はい、でそこで、まあ、この茶炭の方に温野菜と、うんうん、できるわけなんですが、その情報も新しい情報、はい、そしてまずはオープンしてる、はい、こちらに行きましょうか、はい、ダイニングナンズですね、はい、その情報を今日花がご紹介いただきたいと思いますが、はい、はい、実は、うん、あの私たちナンズが1号店のお店でして、うん、はい、で今宜野湾市の、警察署の近くにあるんですけれども、はい、こちらのナンズの方実は大きい居酒屋なんですね、とっても大きいですよね、うん、そうで、うん、今ねこの居酒屋の方が今安くてうまくて楽しく過ごせるでっかい居酒屋ということで、うん、はい、皆さんにご提供させていただいてます、ね、はい、であのね、今すごい6月からなんですけど、はい、ドリンク飲み放題の方が今まで1700円だったところを、うん、1500円で、これがサザンスターですね、飲み放題のドリンク、はい、で、次が2000円だったところが1800円の、うん、こっちは淡麗の方の、はい、ドリンク飲み放題やってます、はい、なるほど、何杯も飲むからさ、はい、あっという間に1800円とか使っちゃうわけ、そう、だからそれでも、うんうん、お料理なんかもねすごく、うん、安くてまずうまいから、うん、そういった意味でも、おや、割っていくとあれこんなもんかっていう話になっちゃうんだよね、うん、そうね、そう、お腹いっぱい食べれて、うんうん、ドリンクも飲めて、うん、ぜひ皆さん、はい、今開催中なんですね、今開催中です、ダイニングナンズですね、はい、場所はハーナーからご紹介いただけますか、もう少し詳しく、あ、はい、そう、じゃあですね、どっから進もうか、ね、茶炭から、それとも、あ、茶炭ってめっちゃ自分が茶炭町で出身だからね、一応とりあえず、まあ、那覇向けから来たとしたら、はい、まず左手の宜野湾警察署を過ぎて、はい、最初の信号を左手に、もう左手に、まあ、左に曲がって、はい、すぐ50メートルしたら右手に、うん、見えてきますよ、はい、はい、駐車場もでっかいので、うんうん、こちらの方が右手、駐車場広いのが見えたらすぐ
ナンズです。ナンズです。はい。はい、何回も言ってるよっていうモアイで使ってるって方も多いとね、うん、思うんですけれども、うん、ぜひとも6月このね、今開催したばかりというこのね、スペシャルなキャンペーンをぜひね、お使いいただきたいなと思います。はい、ちなみに、ハーナーがナンズで好きなメニューとかって、うん、これおすすめだよってありますか？おすすめ？あ、ね、今は、うん、まあ、島野菜のしゃぶしゃぶもやってるんだけど、まあ、温野菜っていうのもね、いいね、あるんだけど、やっぱりね、うん、女の人はね、やっぱ、カロリーとか気になるじゃない。気になる気になる気になる。しかもお肌も綺麗になるし、うん、体力なんかね、疲れが全部取れる。だからデトックスの作用が島野菜にはあって、うん、もう食べた次の日めっちゃ元気になるから。ちょっと待って、ぜひこれは食べてほしい。で、ね、島野菜って言っても何、はい、ってみんなわからない方いらっしゃるじゃないですか。うんうん、まずは行ってみてですよ。ご自身で見て確かめて、うん、あ、これなんだって言って、うんうん、確認しながらパク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 ね、うん、食べていただきたいと思います。まあね、島野菜といっても半玉とか、はい、百名草とか、百名草もあるんだ。うん、そう。とかあとヘチマ、まあ、ナベラとか、はい、そう、沖縄ではナベラといって、あのヘチマ食べますよ皆さん、はい、ね、食べたことあるかなみんなね、うん、はい、これとか、まあ、あとなんでなんか、ね、あ、まあね、ちょっとよく出てこないんだけど、オクラ、オクラじゃないな、でも、なんか葉っぱネバネバの、あ、ネバネバ、なんだっけ、もうあるんだよね、長命草じゃなくて百日草じゃない、百日草だっけ、これがネバネバだっけな、なんだっけ、ごめん、ね、食材スペシャリストの資格も取ってんのに、もう勉強したら忘れる。でも本当その散々島野菜の勉強したんだけど今出てこない。ネバネバ野菜でしょ。そう、ネバネバ野菜とか、うん、あとアグーで、うん、あの食べるんだけど、あ、巻いたらうまいよね。これがね、もう本当お腹空いてきた。そう、ね、まあ、お野菜もやるんだけれども、うん、このしゃぶしゃぶも、うん、実はもう島野菜限定なんで、うん、あのぜひ食べていただきたい。贅沢ですよ、うん、みんなが見てる野菜以外にも沖縄の野菜って、うん、こんなのあるのみたいなのもありますから ね、ぜひともぜひともご利用いただきたいと思います、はい、リスさんがさっきからずっと反応してて、ハーナーさん宣伝上手、とてもツイキャス画面の下で授乳中と思い、授乳してないから、してないから、まあ、父出してませんからね、すごいけど、ちょっと待って、どんなラジオよみたいな、静かだから、うん、あ、そっかそっか、そっかそっか、いやいや、まだその授乳してないですからすごいね、い、出してたらすごいね、授乳しながらやってるってのはすごいよね、いろんな意味ですごくな い、ね、いくらこのねスリングで隠せるからといって、そう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 、授乳しながらいいですかラジオっていうのもなかなかないよね、いないね、まさかや、すごいです ね、まあ、ね、リスさんやってみたいな、 ね、いい反応だね、ありがとうございます。リスさんと沖縄の人、あ、そうだ、あ、そっか、じゃあね、あの太郎介さんみたいな、さっきね太郎介さんタロイモって言っちゃったんだけど、タロイモ、あ、太郎介さんって本当の名前、タロイモじゃないよね、違う違う、太郎介さんっていうこの、あの、ニックネーム、うんうん、ニックネーム太郎介さん、ペンネームなんだけど、あ、タロイモさんって言ってすごい失礼なことを言ってるね、言ってた言ってた、ね、リスさんにもリナさんって言いそうで大丈夫ですか、うちの姉の名前は言いそうですね、リスさんも沖縄にいらっしゃいませんか、ぜひね、なんか主婦の番組に遊びに来てくださったら本当に目の前に座ってお話をいただきたいなと、うんうん、はい、中中散布大好きです、うん、さあそれではさあ今日はですね、あの、うん、ハナーに降りた花江さんこと、あの、ハナーに、ね、来ていただいてますけれども、うん、もちろんこの、宣伝もしながら告知もしながら、うん、今日はこうちゃんと一緒に来てくれて、はいはい、この後もハンナ時間大丈夫？うん、全然大丈夫よ、ね、コーナーが変わるんですけど、うん、はい、ということで一旦女子力向上委員会のコーナーは結びたいと思いますが、最後にこの情報をこのラジオで聞いていて、うん、後からもう一回確認したいという方に、うん、なんかこのブログとかそういうのって、うん、あ、だっけ、ホームページとか今作成中だっけ、うんうん、そうだったね、うん、これをやれば見れるみたいなところっていうのはありましたっけ、うん、これをね、すごいでしょ、本番に入りながら確認してるっていういや、まあね、今はね、まあ、グルナビとかにも載ってると思うんだけども、載ってると思うんですが、うんうん、ぜひともね、あのダイニングこのナンズで検索をしてみてくださいね、うん、ね、まあね、はい、コースの方も全部500円引きになってますので、今、あ、そうそうそう、全部がね、うんうん、安くなってますので、はい、ぜひとも皆さんちょっとね夏バテ気味で食欲落ちてるっていう方も、うんうん、やはりダイニングナンズのさっぱりとしたフレッシュなメニューもたくさんありますので、はい、ぜひね、あの力もくんちもつけてくださいね、はい、力をつけてください。はい、さあということで女子力向上委員会降田花江さんにお越しいただきました。あ、はい、さあということで曲を選んでくれてるということで、うん、大丈夫ね、メイグ眠ってない、大丈夫大丈夫、ちょっと待って何だっけ曲今日選んでくれたやつ、ハッピー、うん、誰が歌ってるんですか、はい、うん、ファレル・ウィリアムズで、じゃあハッピー聞いてみましょう。はい、本番中のもちょっとお風呂でかちゃんちゃんね。写真を、なんで今日カメラ忘れたの？ハーナね、カメラ忘れたんですよ。そうだからね、スマホ忘れちゃったの。ね、
いやいやいや、こんな感じで、こんな感じで、黒い丸を。コウちゃんが見えてない、コウちゃんが見えてないから、コウちゃんが見えてないので、コウちゃんメインでね。で、コウちゃんメインで、コウちゃん。ちょっと食べてね。立ってからね、歯がこっち側に見るの。そう。そこで、力が見えないから。はい。はい。はい。オッケーです。黒は消えてるようで。あとから鼻これも黒で。あれがめっちゃ撮りたいのにさ。あ、いいね、いいね。いやいやいや、いいね。いいね。めっちゃ可愛いの。あ、寝る見えてる。本当だ。お姉ちゃん全然年齢感じないね。めっちゃ綺麗だ。ちょっと変える。お姉ちゃんすごい。すごいね。浜田でさ、てか地元で言う。いや、また綺麗、綺麗ですよね、スマホ。あー、もう。後で何だ、マジマジマジ。初め、あの、自慢できるんですよ。いや、すごい、無心しました。そう、もう、ハーダーユーセリカで。でさ、実は今日は、あの、この、こちらを紹介します。トマトの卵スープです。はい。ハナもね、最近またなんかいいレシピだと教えてくださいね。ハナもちょっと、そう、写真写ってますか。いいですね。さあ、ということで、ここを今日は紹介します。いつもさ、これの私好きで、結構こういういいのさ、これはストーリーを買わないか。カミカストーリーは、どっちでも。いや、バンドネタのために買うんだけど、結構よくてさ、でもトマトを湯むきすることってあんまりしないんだけど、これ味の染み込み方違う、うん、違う。どんな男だってね、食べやすいもんね。ふにゃって溶けとかなんだね。なるほどね。これもしかしたら紹介して。ハーナは最近のおすすめレシピ、子供用でもいいし、自分が好きなレシピもありますか。何で使ってて。なんだろう。ご飯もね、スープもサラダもね、ドレッシングと飲む系、朝む系、お酒飲むか。あとヒーローたちが最近ハマって好きだよとかあれば、ごくん、いっぱいな、このご飯をキャベツの、まあ、トマトスープ、そうそう、トマトスープで1キロくらいかな。すごい、あ、1キロ、0.5キロくらい、うん、そう、このままでトマトスープで。あと、キャベツとか、まあまあ、こんな。じゃそれがいったほうがいいって。で、最後、これが終わったら、すぐにコーナー閉めて、また、黒のサンドイッチにしましょう。はい。黒の、キャベツ飲んで。ラブリー。ラブリープラヘンズ。ラブリープラヘンズ。ラブリープラ。これ、ハンズですか？これ、ハンド。ハンズ。これ、手だよね。手。そっか。これがトレーシングのひなです。はい、でもハナもラジオ慣れたんじゃん。もうもうすっかり慣れたんじゃん。いやいや、もうなんか何言ってか分からない。あの幼馴染のね、カメラマンの高知真紀さんでいて、はい、って喋ってる。名前としてもコーマ。そう、あの茶壇の出身、みんな幼馴染がほとんどね、うん、今ちょっと茶壇の方にもともとあったお家をどうにかこう改装してみたいな感じでやってるってことで、うん、初めのね、本人にもちょメールしたわけに、ね、ね、うん、行きたかったけど、来るためは次の運動会って言って、準備ができないって言って、そう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 、だからこのメンバーにはハーナはいつもマーミューいや、話してる。明日来る方も、武士健さんって言うんだけど、なんと武士健、エイミーのいとこだったって知ってた。へぇー。親戚だったの。エイミー？エイミーも行きなさったから、これなくなっちゃった。あ、ほんと。ユーズコロミだった。エイミー。いたと思う。ベロミー。うちの親友と、実はエイミーが単体共同しなかったの。みんな、あれ、エイミーだったら、ユニコーンだよ、うちの。あ、たまに会ったことあるんですよ。あ、ほんと。うん。そうそう、だからユニコーンつながりすぎても怖くて、すごいね。よくつながるのに。ちょっと、クーラーが冷えないって。この中に風が来る。でもね、この中になってればいいんだけどさ。赤ちゃんだからだもん。風邪。風邪な。メールって。来てます。どうやって追加する前押しですよ。Gmail 見る。Gmail 見る。Gmail 見たらいい。
そうそう、準備やります。めっちゃ寒い。誰の声？そもそも声だ。そもそも声だ。その子さん、うん、先にじゃあ、このコーナー入りますの前にメールを行きましょうか。さて12時40分を回りました。早いですね。さあ、メールの方をご紹介しようかな。モネ先生届いてますね。はいちゃん、吉野ちゃん、あ、今日はお隣にハナまでいてもらってます。はい、ムーネ先生である。梅雨明けましたね。今日は疲れからか精神的に少し落ち込んでいます。あら、ムーネ先生前向きにね、写真撮影会で県内方々行ってましたのにね。さあ、充実した1週間の感じがしますよ。はい、月曜から朝活を始めました。5時から6時に起きて海に行って、砂浜ダッシュとウォーキング、いいね。そして犬の散歩がてら公園で筋トレして朝ごはん。おお、すごい。今日はゆっくりしたかったので筋トレはお休みしました。暑中見舞いのハガキも不足しているので仕事終わり次第買いに行くあるよってことで、はい、いろんなこの一行一行ごとにいろんな、ね、情報が盛り込まれてましたけど、注目したいのはやっぱりね、あの朝活、ね、うん、最近流行ってるよね。なんか朝活これさ、うん、すごいね。勉強会とかで朝の5時ぐらい、6時とか、6時とかで集まってね、なんかどこどこの社長さんの講演とかね、なんかやってたとかするよね。あ、聞いたことある？あります、あります。あるある、あるって言われて、行かないねって言われて、そうそうそう、すみません、もう子供ちょっとごめんなさいみたいな、ね、行きたいんだけどちょっとごめんなさいって言って、いろんなところでこう上がってるから、ね、結構みんなみんな参加してるんだよね。すごいね。そう、頭に入るんだね。で、まあ、朝ごはんとして、うん、あのほら読谷の あの人、そう、亀さんのご飯とかが出たりとか。国ちゃん同級生なんだよ。あ、そうなんだよね。そう、めっちゃ、そう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 、亀さんのね、そうなんですよ。そうそう、国ちゃんともあのいろんな、ね、食のコラボをして、うん、ここに呼びたいんですよ、ね。でも忙しすぎてね、ラジオに来る暇がないの。そっかそっか、しかも12時なんてめちゃめちゃ、ね、ほらランチじゃん、うん、ね、今度紹介しましょう ね、 ね、言葉だけ喋ってますね。ムーネ先生無視してるわけじゃないんですよ。ごめんね。はい、そう、でもね、あの砂浜ダッシュとウォーキング、犬の散歩がてら公園で筋トレ、うん、これさ、いい一日、朝 ね、 ね、スタートしてますよ ね、 ね、なんか精神的にね落ち込んでることもあったようですが、うん、大丈夫、みんなね、うん、何かを背負って生きてるから、うん、何度も言ってるよこのことね。私があの何年か前にちょっとね体調崩して、あの、うん、ちょっと病院のお世話になるときに、うん、あるね、あの先輩の方がそういう風に、うん、もう私だけが世界の不幸、ね、ね、なんで自分だけこんなことになっちゃったんですかみたいなことを、うん、ちょっとなんか悲劇のヒロインぶって言ってたら、うんうん、吉野ちゃん、うん、人はね、いろんなことを背負って生きてるもんだよ、うん、ただ話をしないだけって、それを伝えてないだけだよって言って、みんな同じ思いだよって言ってね、なんかそういうことを言ってなんか励ましてもらって、ちょっとガツンとやられたんですよ ね、 ね、でもなんか、はい、そうなんだなって思うね。でその後私は入院するんですけど、そして病院に入っていくっていう ね、 なんかこうね、もんもんとしながらね、うん、でもあんなこと先輩言ってたなと思いながら、うん、そうだそうだって早く前向きに考えて、うん、元気にならなくっちゃって思った、うん、あのある時期がありましたけれども、うん、そこまでね、そんな精神的に落ち込んでるわけじゃないと思うので、ムーネ先生ね、もっといつもほら、うん、いつもなんだろう、明るくこのギャラリーの前に登場してくれるので、またお待ちしてますね。一緒に頑張りましょうね、うん、はい、うん、さあ、ということで続いてこのコーナーも行きましょうか。さて、野のスタイル今週のひとしずくでございますよ。このコーナーは私玉木目線で選んだ雑貨や本、食や前向きになれるような言葉などなど、生活の中にワンセンテンス、ほんのひとしずく加えることで気分がちょっと上がるんじゃないを勝手に推奨しているコーナーです。うん、さあ、今日はですね、食の話題です。今日は隣に降りた花江さんことハーナーもいますので、うん、一緒にちょっと、まあ、主婦同士なんでね、あのいろんなレシピも聞いていきたいと思いますが、うん、さあ、毎月1回ね、ご紹介していますが、自分のためのカロリー控えめおうちご飯のレシピから今日はここに注目してみました。トマト卵スープ、トマト卵スープなんですが、うん、想像できますか、ハーナ、うん、トマトに、トマトに卵だよ。でそれがじゃあどんな風に作るのってことなんですが、うんうんうん、まずお味の雰囲気は夏にぴったりの爽やかで酸味のあるスープを目指しています。はい、行きましょう。まずね、材料が2人分です。トマトは中くらいのものを1個、卵が1/2、うんうん、お好みのハーブを、まあ、
用意しましょう、はあ、そして鶏ガラスープが出てきます。 200cc ですね、うん、これスープの方で、味噌がなんと信州味噌、ここからねこの隠し味に変わります、うん、まあ、大さじ2分の1になりますね、うんうん、そして酢大さじ1、さっき酸味があると言いました、うん、ラー油、そして水溶き片栗粉などを用意します、うん、さてレシピなんですが、トマトを湯むきして4等分にし、電子レンジで1分加熱します。で次ですよ、フライパンにスープと味噌を入れて沸騰したら水溶き片栗粉でとろみをつけ、卵を溶いて入れて卵とじにします。で酢とラー油で味を整えるんですよ。でさっきのトマトをお皿に盛って、このねスープを上からかけるだけ。想像できます？これねちょっと私にとっては新しいレシピで、うんうん、子供にはラー油とかっていうのはちょっとあれと思うんですけど、うん、ちょっと待ってみたいな、湯むきしてですよ、ね、スープを別に作って上からポロポロポロってかけるんですね。いいかも、美味しそう、うん、なんかねすごくね、うんうん、これがなんかこうハマるらしいんですよ。食べるトマトのスープみたいなね。そうですね、隠し味が、まあ、味噌ということで、なんかトマトにさ味噌とかって想像つかない、想像つかない、うんうん、だからこれ絶対にやってみようと思って、いつもねちょっと自分でも試してみて紹介するんですが、うん、もう今回これ試していなくって、ぜひともこれからやってみたいっていうものを、うん、まあ、玉木目線で紹介しています。なんか元気になりそうね。だよね、うん、夏にぴったりですよ ね。でハーナーのなんかおすすめの最近のメニューがあると聞いたんですが、最近は、はい、まあ、あのほら外でね、なんかちょっと仕事で外食が多かったりとかしたら、もうやっぱ家の中で40代やばいよね、やばいよね、やばいやばい、もう体がねもうなんか、うん、もうおの ねデトックスと思うんだけど、付き合いもあってちょっと食べちゃったりするんだよ ね。なんか出ることが多くて、はい、っていう時に、うん、あのおすすめなのが、あの、うん、まあまあ、本当にもうキャベツは千切りにして、うん、キャベツは千切りに、まあ、はい、特にもうそこ冷蔵庫の中の野菜 も全部入れるみたいな感じなんだけど、でもさ、トマトの、まあ、缶詰と、うん、ホールトマトの缶詰で、うん、あのあとベーコンちょっと油が欲しいかなと思ってベーコン入れて、ね、ベーコンいいですね。で、あの、まあ、ピーマンとかもいろいろ、セロリとかも入れて、玉ねぎ、まあ、普通に、まあ、いっぱい入れるんだけれども、うんうん、でこれがまた食べるととってもすっきりして、次の日やっぱり野菜のさ、この旨味がいっぱいこう凝縮されたスープ、うん、そう、やっぱ今日のほらトマト卵スープもそうなんですが、うん、やっぱりそういうことなんでしょう ね。なんかこういう体の中に、ね、たくさん野菜を入れ込んで、そうでちょっとなんかさらりといただけるようなレシピって欲しくなる ね。欲しい。あとこれにね、うん、最近チーズを、焼きチーズを入れたら、はい、めっちゃ美味しかったの。これコクがまた出ますね、うん、そうチーズというとまたちょっと男性群も、うん、だったら食えるわみたいなさ、そうあまりさっぱりしてると、ね、なんか女子的でなんか物足りないところを、うん、ちょっとタンパク質ね、そうこれも加えてあげて、そうこれがちょっとチーズだね、焼きチーズ、これちょっとおすすめ。しかもチーズじゃなくて焼きチーズっていいね。あ、そうやってみよう、それも、はい、はい。ということで今日は夏にぴったりの爽やかで酸味のあるスープ、うん、トマト卵スープ紹介しました。そして花からの野菜スープのご案内もありました、はい、さあそれではですね、爽やかにこちら曲参りましょうか、はい、以上こちらの、ノノスタイルの今週のひとしずくをお送りしました、うん、曲はですね今月末に私またフラを習っていまして、うんうん、発表会が控えているということで、そっか爽やかにグーつや消したし、行きましょうか。ラブリーフラハンズ、すごい本番中、えずっと寝てたの、これでしょ、ね、ずっとすごい鳴き声しなかったでしょ、赤ちゃん授乳してるわけじゃないんだよ本当ね、あの泣いて欲しかったんですよ、1回ぐらい、なんか赤ちゃんいるんです、振り切れんかったっていうね、ごめんなさい皆さん、赤ちゃんいいね、赤ちゃんいるよ、赤ちゃんセラピーというか言って、ちょっと赤ちゃんの声がふにゃって漏れるかと思ったら1回もなんか薬です、うん、すごいね、これね役に立ってるかしら、立ってますよ、立ってますね、立ってますよ、こんなに気持ちよく出たお肉を痛かった、ほらお子さんが動くからとね、気にしたりするんだけど、どうしても動いてほしいけど、ちょっと痛くて、いやあ、おっぱいで食べましょう、皆さん、みんなこの本来のとこを見てるな、そうだね、お父さんみたいに言うんだな、言うんだな、宮崎のお父さん見てるからね、見てるからね、こうブスブスそうなと、ちょっと起きてほしいけど、本当ありがとうございます、本当ヒーローの方がちょっとね、ねハグリさん、花が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 
ここはみんな聞こえてます。ここは聞こえてます。そうなんだ、そうなんだ。ここは今ね、めっちゃ聞こえてます。オンエアされてるんだよね。いやいやいや、知らなかった。そうなんです。そうなんです。だから、ね、ここもね、会話とかね、こっちもみんな聞こえてます。あ、そうなんだ。だから、ピッピッピッって、ライブすると、めっちゃ声もみんな映ってる。最近なんかたまにこう意識して、はい、見てますけど、ひどいね、ずっとなんかこう、打ち上げてごめんなさいね。はい。そんな、そうと知らず。そうと知らず。普通に話してる。喋ってます。はい。でもめっちゃでも、うん、そうなんです。明日もね、本番で。ハナちゃん、もしね、そうそうなんやな、そう、本当、明日、泣き陣のアジサイ園、行こうと思ってたんだけど、行けるんだったら友達が、一緒に行くっていう友達がいて、その子が行けるんだったら行って、ほら、まあね、疲れてないかなと思って、行きたいってそう思ったんだけど、もうそろそろアジサイ園も終わっちゃうでしょ。終わっちゃうよ。でしょ？行った？行ってないね。うちの母ですけど、でもね、今年の母の日はアジサイをあげたんですよ。うん、変わっているのやつ入手してですね。そうそうそう、うちの玉木と。なんか七色、うちもアジサイの花を。そう、もうアジサイを送るの結構何台かあるんだけど、関係ない時にまた送ったりするんですけど。なんかね、かわいいよね、アジサイってね。超いいと思って。ね。そっか、じゃあ、明日ちゃん難しいかしら、大丈夫かな。でも、もう行かないかもしれない。わかんないんだけど。あ、今もしかしたら声も聞いてるし、そう。通り過ぎて、うん、来た時に。やっぱり行くわってちょっと雰囲気決まって、でも7時ってあるんだ。7時頃よ。じゃあ7時のはね、遅いけど、まあ、この時ちゃん赤ちゃん大丈夫だよ。大丈夫。7時にしたらしちゃうね。ちょっとね、ぜひとも、よろしくお願いします。もう入ってますね。ちょっと入ります。じゃあインディングに入ります。少し聞いてたりしましょう。お、これが3番ということ。ああ、なるほど。そう、これがあのゆずたちが演劇でやってるね。そう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 。すごいですよね。あさってはまたサンバのあれもあるので。はい、そうそうそう。これ見てちょっとね、紹介しちゃおうと思って。別冊で。サンバ。めっちゃ見ながらね。そうじゃながら。じゃあ少しでアップします。二人ともマイクを。さあ、ということで、もうね、あっという間の時間でしたが、エンディングコーナーです。ヒュー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 。今日は本当に幼馴染の、花こと織田花恵さんにもスタジオに来ていただいて、もう3回目の出演なんですが。もう3回目か、すごいね。なんだろう。もうなんか慣れちゃって。ね、なんでそんな、慣れてないけど。そうですか。だから、もうおうちの一番座にいるの。だからね、家の中でね。家の中で過ごしてるような感じで今日進めてきたんですが、癒されましたね。さあ、今ですね、流れてきたのが花。うちの、まあ、娘がね、習い仕事をしているサンバの発表会もあさってなんですけども、実は、午後2時開演で、那覇市のティルルという場所で、行います。当日券も販売していましてね、2500円なんですけれども、2時からスタートで、ブラジルサンバコンサートということで、ぜひとも検索をしてみてくださいね。宮城姉妹が今有名でね、いろんなところで活躍してますけれども、憧れるね、あのスタイルね。すごいね、ね、すごいわけ。結構露出もあったりするんですが、やっぱり筋肉美っていうのが綺麗なわけ、ね、衣装も華やかできらびやか以外のところで、なんていうかな、そこに持ってくるまでのさ、努力がなんかいいわけ、とっても、なんかみんなでこういうふうに一つの舞台を作っていくっていう雰囲気がとっても楽しくて、娘にもそれを体験してもらってるのがいいのかな。そう、綺麗な衣装を着るだけじゃないところの、もっともっと裏のところ、みんながいて、だから、ステージ立つことができるんだよっていう、そういう仕組みを知ってほしいなと思って、みんなの力がないとできないことなんだよっていうところにまず感謝したいなと、いいね、そういう思うんですけどね。ぜひブラジルサンバコンサートは14日、そしていよいよ明日、ね、はい、花もね、今度の体調を切れば来てくださいという感じなんですが、はい、主婦帯の火曜日担当の石底真紀さん、もう本当にアナウンスの先輩なんですが、真紀さんと私玉木芳乃でお送りします、大人の読み語り朗読会が明日、沖縄都ホテル那覇市の松川にあるんですが、こちらの虹のチャペルで行います。お昼の部が2時30分スタート、そして夜の部が7時スタートです。まだ予約を受け付けていますので、沖縄都ホテルにお電話いただきたいと思います。なんとドリンク付きでチャペルでですよ、ドリンクをもね、飲んでいただきながら聞いていただくことにしました。そうだったんだ、すごいね。チャペルって普通飲食だと思うでしょ。いや、ダメよ。なんだけど、今回やっぱり常識ある大人の方々がいらっしゃるので、そんなに
に危ないことはないので、うんうんうん、もう飲み物召し上がってもらって、ゆったりいいんじゃねっていうことで、うんうん、ホテルの方が許可をしてくださって、すごい。そう、ドリンク付きです、そしてなんとその前に500円のこの割引、レストランの割引チケットも差し上げるので、うん、ほとんど1000円で入ってるみたいなもんだったので、うん、それをまあその当日にも使えるので、早めに来て、うん、まあ、レストランでランチをしてからというのもいいかもしれませんね。ね、はい、ぜひ皆さん来ていただきたいと思います、うんうん、沖縄都ホテルなんですが、番号、はい、調べてるの忘れた、沖縄都ホテルまでね検索してぜひこんな告知の仕方がある今言おうと思ったら番号ないと思って、あれ書いたのがちょっとどこ行っちゃったのかな、うん、でもね、そうですね、うん、沖縄都ホテルで花も去年来てくれましたよね。そう、一回大人の子の朗読会参加したことあるんだけど、うんうん、もうねこの雰囲気もう飲まれて、私うるうるして、ちょっとごめんねもう本当もう泣かずにはいられなかったね。そう、というかね、内容もいいよ、ね、内容がいいんだよ、まず内容がいいんですよ。そうそう、あと問題は私たちがどう語るかなんですけど、もう、ね、本当に今回も家族をテーマにしていいよ、ね、ダメダメ、結婚できるできないとか、泣いちゃう、泣く、結婚できるできないとかあるわけもうこれさ、私自分の独身時代を思い出して、あもうダメだね、なんていうの、私もう結婚できないと思って30代になったらもうなんかね、30歳だと家出ようとか思ったわけ、一人だけを人兄弟でさ、お家にいて、で家族は仲いいのに家を出なきゃいけないみたいな、うん、出なくていいんだよ、うん、勝手にもう30にもなったから出なきゃって思ってて、うんうん、いろんなことをね思い、まあうん、思っちゃう、追い込んでね、自分はこう言っちゃいけないんだみたいなね、なんかいろんなことを思うような時期で、今ね茶壇出身じゃないですか、うん、何気にかかってるんですが、そう、うん、シャカリの千秋ネーネーの、うん、なんだっけ、とわに響かせたな、これ一番好きで、これエンディングにおかけしてますね、サンバからこのシャカリネーネーの千秋ネーネーの声になってますか、さあということで週報日金曜日、玉木由の番組は以上です。また来週お目にかかります。ハーナどうもありがとう、ありがとう、バイバイ、バイバイ。出身なんだね、肌の感じが違うような感じが、うん、そめっちゃなんかこうすごいでしょ、どういう色だね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 、どういう色ってそんなことないです。こうやって寝てますよ、こうちゃん眠ってます、ちょっと寝ちゃう、ちょっと寝ちゃう、ずっと寝てる、静かでしたね、寝る子って言ったよね、言ったっけ、言いました、寝る子は育つ、本当育って、もう超大きくなってる。